一級のゴリ問題の解説をしていこうかなと思いますね。過去に4回も出題されてるんですね。すごい多いね。でレラゲイトはレっていうのがリじゃないですか。またとか反対ですね。でそこにレグは送るなんでゼニスとかサメットとかピークとかトップとかクライマックスとかいっぱいあるので絶頂いつ出題されたかが出るんですよ。一級で出題6回正解4回で始まりました。こちらチャンネル。さあ今回は英検一級の語彙問題の解説をしていこうかなと思いますね。はい、5月30日2021年の第1回の英検行われましたんでその一級の語彙問題を解いていきたいと思います。ね、いつもね単語対策は出た単が一番いいっていう風にね言い続けてたらコラボが実現しましたので出た単の制作者の方々ご協力のもと作っております。過去に出題されたデータも話していきたいと思います。ぜひですね出た単ですねアップストア概要欄コメント欄にあると思いますのでそちらからダウンロードしてください。このね過去の出題情報がめちゃくちゃ役立ちますからね。ではでは解説していきますね。今回の問題ぶっちゃけどうでした？自分にとってはだいぶ簡単でした。知らないのが出てこないなと思いながらこれむずいなって思ったやつでも他の選択肢見てはもう絶対これしかないなっていう感じでいけたと思いますね。で今回のデタタンやってたらどんだけ大丈夫だったの。デタタン1級準1級両方やってれば25問中24問という形でですねたったの一単語だけです載ってなかったのは正解の中で素晴らしいですね。しかも別にその載ってなかった単語を知らなかったところで解けます。ぶっちゃけでは見ていきますね。最初が fixture ですね。この fix っていうのは直すだけじゃなくて固定するっていう意味もありますね。だからトイックでも出てくるわけですよ。 light fixture とかって言って照明器具みたいな感じで出てきたりするんですけどそうです。くっついてるものなんでだから動かないもの動きそうにないものですね。コロケーションとしては permanent fixture っていう形でパーマネントずっとですねそれとくっついて出題されました。で fixture はだから一回も出たことないんですけどでも簡単な単語なんで全問正解いけると思います。で、デタタンっていうのはすぐにアップデートされますので、3日後にはデタタンに載ってない単語もすべて載ってますので、アプリに。で、2個目がインストーメントですね。はい、インストーメントは準1級の方に出題されてたんで、過去3回出題されてるということで、デタタンと準1級の方に収録されていました。アップデートから1級にも収録されると思います。で、分割払いの1回分です。まあ、これは普通に知ってました、自分自身。Pay in installments ってことで分割払いするってやつ。なんかね、日本語にぴったりがない、ほら、分割払いの1回分ってほら、めちゃくちゃ長いじゃないですか。で、なんかね、すごく面白くて覚えました。で、次が、diffident。diffident ですね、自信のない。diffident tone っていうので出題されましたね。自信のないトーンでってやつなんです。これは confident の逆なんで覚えやすいんですよ。だからすぐ、はいはいはい、みたいな感じでした。次面白かった、commune ですね。commune 過去に出題されてるんですね。知らなかった。com っていうのが一緒。なんで、共同集落とかってやつですけど、com っていうので覚えやすいです、すごく。で、世界史やってる人だったら、パリコミューンとかね、あの、ユーテラ授業チャンネルの方にも、いずれ世界史の授業で出てきますけど、パリコミューン。そういう形で、覚えやすい。で次が plagiarize ね。はい、plagiarize はまあ plagiarism っていうね盗用盗作っていうので知ってる人が多いんじゃないですか。これは大学受験でも出てくることのある単語なんでまあできたかなと。次が defunct とかこれはファンクションがない状態なんでこれは簡単ですね。だから気力を失っちゃった。defunct businesses っていう形で出てましたね。会社が後ろに来てたと思いますね。で次が affront ね。あこれは知らないとわかんないんだけど知ってる人は簡単。無礼な行為ってですねこのまま直面してお前ダメだそういうイメージを持っておくといいです。過去に4回も出題されてるんですね。すごい多いね。で次 apprehend これは知っておいた方がいいです。 prehend っていうのは掴むですね。 comprehend とかね理解するとかってやつですけどでまあこれは簡単だと思います。で次は congenial ですね。まあ快適なとか自分にこうあったような congenial atmosphere でしたっけ環境だったと思いますけど、ジーニアスが入ってます、間に、ジェニーのところね。なんでそこが天性というか、性分ね、それに合ったものって意味です。で、次が、relegate ですね。relegate は、レっていうのがリじゃないですか。またとか反対ですね。で、そこにレグは送るなんで、反対側に送るっていうとこから格下げするですね。順1級にはディモートが出題されて、1級では relegate が出題されたって感じ。で、次が、reprehensible。ここにもプレヘンドが出てきてますね。さっきのアプレヘンドと同じように同じ語源の単語が出てきていますが、が非難されるべきってやつで、プレヘンドがもう掴んで抑制っていうところからね、こう抑えなきゃいけないものっていうので非難っていう意味なんですね。次が autonomously ですね。autonomous そうですね。これね、autonomous 自動車で出てきてるんですけど、自動的にこう運転される。そう、自動で動くよ。operate っていうので、operate autonomously っていうので出てたと思いますけど、オートがほら自動なんで、これは非常に覚えやすいです。autonomous ですね。
まあこれ言語学でも非常に使う単語なんで、自分自身もよく覚えてる単語。で、さらに次にバスクが出てますね。バスクインだよね。で、今回は後ろにアプラウズだったかな。称賛が出てて、その称賛にこう浸るって感じ。そう、バスクっていうのがもともと、まあまさにバスです。あの、バス、風呂から来てるんで、その入浴するっていうね、とこから来てて、で、インと一緒によく使うんですね、バスクインで。で、自分がよく使うのは、あの、IELTS の面接の時に使いますね、バスクイン。あの、二個浴するっていうので、使うことがあります。というか、二回使ったことがあります。また同じトピックかって思って、同じ答え方をしたことがあるので、二個浴するっていうので二度使ったことがありますね。次、スプラウトは知らないとダメですね。これは簡単ですね。芽が出ることですかね。芽自体もスプラウトなんで、これは簡単ですね。シードっていうこと、種っていうヒントも出てるし、これできなきゃダメです。次の単語ももう超基礎単語、コンステレーションですね。3回出題されてる、過去に。で、星座ってやつです。このステラっていうのが星のことですよね。あの映画インターステラーとかだったじゃないですか。はい、これは押さえておきたいですね。次が、サブバー、転覆させるっていう形で出てましたね。イメージは簡単で、サブっていうのが下ですね。バートっていうのが回るなんで。だから反対側に行けるリバースとか、そこから来てるので、これも覚えやすい表現ですね。続いて17番は、liable、はい、be liable for ですね。なんとかの責任があるってやつです。トイックでも出てくることがありますね。liability とかね、登場するので、知っておいた方がいいですね。もともとこう、縛るってやつから来てますね。こう縛って、あなたが縛られてる。責任の人よ、みたいなね。これも簡単で知らないけど。次も attire ですね。これも知っててほしいかな。過去に2回出てますね。今回は formal attire っていう風に出てて、そう、服装のことですね。で、19番 uncanny。ああ、これはちょっと難しいかなと思います。どうですか皆さん知ってますか uncanny ability だったと思うんですね。出題されたのは。can っていうのがこの知ってるとかっていう表現なんで、その知っている理解を案超えてるっていうのから来てるんですね。これね。だから理解できない力。すげえ、ものすごいっていうことを表すですね。で、次はピナコーですね。あれ、スペルが面白いし、音が面白いから、なんかピナコーっていうのが面白いから簡単に覚えた単語ですけど、まあ、ゼニスとか、サメットとか、ピークとか、トップとか、クライマックスとかいっぱいあるので、絶頂、この頂点を表す表現っていうのはね、それで覚えた。もともと翼っていうのが語源できてるそうですね。で、次がペダンティックね。はいはいはい。あの細部にこだわるとかね。学者ベルっていうので、もともと覚えましたね。ペドっていうのがこの教えたりすることと関わってたりするので、ペダゴジーとかね。この教えることを表したりするので、そこで覚えましたね。ペダンティックはなんか学者ベルってね、教える人みたいなんで、覚えた感じです。で、ここからがいわゆるイディオムのやつですね。最初がワインドアップですね。これアップがくっついてるので、アップってなんかもう限界点みたいなね、時に使うので、そう、ワインドアップっていうのはこれで、はい、おしまいですっていうので覚えやすいやつですね。で、次が、あ、rain in ですね。はい。なんとかを抑制する。今回後ろはインフレーションですね。インフレを抑制するっていうので、もうなんか知ってましたね。rain ってなんかこう、抑えてて、はい、私がチャンピオンみたいなイメージで、なんか覚えてました。で、もともとはこの retain、これ持つっていうね、保持するっていうのから来てる。で次はこれもまあ知ってなきゃダメじゃないっていう感じかな。順位級に登場してますね。掘り下げるとかさ、調べるってですね。ディグホルだから簡単にわかる。警察官かなんかが状況を調べてたみたいなんで登場してますね。で、次は settle on the dates で出てた settle on ですね。これも簡単です。決めるっていうやつね。decide on とかあるから、それを決める、これに決めるっていうのは全然できて当然だと思うので、はい。今回は優しめだったと思いますね。どうでしたか？もちろん選択肢にはかなりむずいなっていうのはあったんですけども、まあやっぱ過去に出てないものがむずいかなって思いますね。まあその辺の何が出てたか出なかったかとかっていうのはね、出たたんでチェックしてもらえるといいと思います。じゃあ実際にね、そのめちゃむずい単語がたくさん載っているデタタンをやってみたいと思います。過去に出た問題たちにチャレンジしてみたいと思います。はい、それでは実際にデタタンをやっていきたいと思います。Extol。翔さん。で、これすごいのがこの辞書がついてるんですよね。いっぱい。名詞とか特にどんなものなのか分かんなかったりするんで、そのイメージのね、Google イメージにこうやって繋がって、こういう感じだよって言っても、すごい恐ろしいのもあるけど、なんか称賛してる、わーっていうのが載ってますよね。語源、そう、Google って、その単語プラス語源ってやれば大体出てくれるんで、高く上げる、通る、会話通る、そっから来てる。これ覚えやすいですね。リフトから来てるよと。で、歩くとか Webreader とか、さらにほら、Webster、Longman、Thesaurus.com みたいな形で、いろんな辞書が載ってる。例えば、Thesaurus.com だったら、言い換えが出てくれるんで、そう、Extol の言い換えとして、Acclaim とか Boost とか、こうなのがあるよ。で、AA 辞典ね、Oxford Learner's Dictionary とか見て勉強することもできると、使い方とか載ってますね。 Extol somebody something とかね。で、さらにこれね、物書き堂に飛べるのがすごい。
自分の中には物書き堂の辞書が入ってるんで、こういう風に飛んでますね。フェクストって言って、あ、ここにもちゃんと載ってますね。ランダムハウスに。こうちゃんと打たれてる状況なんですよ。もう自分で打たなくていいと。こうやってほら複数の辞書載ってますから、この物書き堂のやつが使えるっていうのはめちゃすごい。で、さらに用例、このエクサンポーのとこですね。例を出してくれたりするんで、これはめちゃ使いやすいです。あ、そう。で、これ並べ替えできるんで、この自分のね、あ、物書き堂が一番よく使うからさ、こうやって一番上に上げるとかね。用例じゃないか。普通上げるのは物書き堂の辞書一番使うからこれ。とかっていう風にできる。時代が変わった。英検1級の勉強、一生懸命単語帳をこうやってやってた私の時代とは違う。で、もう自分よりも前の時代の人なんて、電子辞書もなかったですから、紙で引いてやってたんだもんね。すごい時代です。squander squander 浪費する。で、次は vent vent はね、発散するですね。この ventilation とか、いわゆる換気とかね、これから来てる。 wind とつながるんだ。へえ、風と同じ語源なの。すげえ面白い。 inundate inundate は水浸しですね。水の中に入るっていうね。そう、アンダーっていうのがこれ波なんですよ。溢れる。今回の準一級の動画を見てくれればいいんですけど、そのリダンダントの説明の時に喋ってますね。このアンと同じです。 circumvent circumvent これからサーカムっていうのがですね、この周りサークルなんて抜け道。 vent は来るだと思いますよ多分。これはそうですね。ベントですね。来る。イベントとか、ベニューとかね。はい。そういうのと同じ。で、これでね、さらにすごいのがですね、このね、マル秘ボタンがあるんですよね。で、このマル秘ボタンを押すとですね、いつ出題されたかが出るんですよ。エクストールって言ったら、1級で出題6回、正解4回。で、それで何年に出てるかとかね、2019年の3とかさ。で、さらにその時に正解になったのか、正解になってないかっていうのもわかるんですね。1994年だってすごい、だいぶ昔からデータあるわけですね。という感じで、まあ圧倒的にやっぱり、使いやすい。当たる可能性がすごく高いわけですよ。過去問から選んでるんで。そしてなんといってもアップデートされていくと。今回の問題も、ね、出たやつは全て載りますから、当然出題の可能性が一番高いっていうものになりますので、はい。ぜひ英検1級のね、語彙問題攻略したいって人は、このデータ単使ってみてください。はい。ぜひ参考にしてみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.